はい、皆さんこんにちは、サンチャです。今回はスマホの画面はめ込みをしていこうということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回はアフターエフェクツに最初から入っているプラグインのモカというソフトを使ってトラッキングとはめ込みの作業をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで早速やっていきましょう。こちらのトラッキングを取りたいコンポジションでトラッキングを取りたいクリップにモカというエフェクトを適用します。やり方はこのアニメーションからモカとトラックインモカっていう項目があるんで、こちらを選択するか、このエフェクトの中にモカというエフェクトであるので、こちらをドラッグでも同じです。こちらドラッグするとモカ AECC というプラグインがついたんですが、これからどうやるかっていうと、ここのボタンですね、これがボタンになってるんですけど、これを押すとですね、別ウィンドウが立ち上がります。でモカっていうのはもともと別のアフターエフェクツとは別のソフトだったんですけど、 CC2014 あたりからモカ、そのモカプロっていうソフトがもともとあったんですけど、それの機能をこう狭めたバージョン、少しだけ機能制限したバージョンでモカ AE っていう、モカ AE っていうそのアフターエフェクツと相性のいいバージョンが作成されて、それが CC2014 あたりからアフターにつくようになりました。で徐々に進化をしていって、この2019のバージョンでだいぶ使い勝手が変わってきました。良くなったところもあるし、ちょっと使いにくい部分もあるんですが、僕はもう結構愛用してます。ではですね、早速開いてみると、こう何やらアフターエフェクツとかなり違う雰囲気のものが出てきてしまうんで、最初だいぶこう混乱を招くというか、もう別ソフトじゃんみたいなところではあるんですけど、まあ何て言うんでしょう、やれることはそこまで多くないので、まあ少しずつ使っていってみると、まあ使いやすいかなと思います。でですね、多分おそらく一番最初にモカ AE を立ち上げるとですね、2019からこのエッセンシャルっていう画面のパネルが、今パネルのレイアウトが変わったのは分かると思うんですけど、ちょっとこう簡易的なすっきりしたユーザーインターフェースになるんですけど、こちらをクラシックにして使った方が使いやすいと思うので、こちらをおすすめします。ではですね、早速トラッキングを取っていきたいんですが、まず画面の説明をしていくと、まあ、ここがレイヤーの管理をするところですね。少しアフターエフェクツとか、まあ、フォトショップとかに似てるようなところだと思います。で下の方が、これがタイムラインのシークバーですね。まあ、これも、まあ、プレミアとかアフターエフェクツにちょっと近いのかなというところですね。でこれが頭から現在あるフレームを示していて、この140っていうのがこのコマの尺ですね、デュレーションになっています。モカの使い方は少し奥が深いので、まあ一つのチュートリアルでたくさんやりすぎずに、まあ少しずつレベルアップしていけばいいと思うので、今回まあちょっと簡単めに、ちょっと説明足りない部分いろいろあるかと思うんですが、サクッとまずやっていきたいと思います。ではですね、まずここの上にあるこのパスを切るようなマークがあるんですけど、この X ってついてるとこですね、 X ってついてるペンツールを使います。これが X スプラインっていうもので、ここのスマホのトラッキングを取りたいんですけど、少しスマホの画面より大きいぐらいの大きい形で、ちょっとこういった形でパスを選択してみてください。でですね、この画面のハンドツールというか、この画面の移動がアフターエフェクツと違うので、キーボードのショートカットを変えて使っても大丈夫ですし、キーボードのショートカット、これモカ用のショートカットになってるんで、アフターエフェクツ用にしても大丈夫です。ただちょっと僕はもうモカのショートカット、まあショートカットといってもそこまでないんですけど、より Z と X で慣れちゃってるんで、モカのショートカットのまま使いたいと思います。あまりこう別ソフトなんで、あんまりショートカットを無理に合わせすぎても、なんて言うんでしょうね、そこまで、そもそもの考え方が違うソフトのショートカットをあまりこう合わせていくっていうのはあんまり現実的じゃないなって、寄せれるところは寄せてっていうことで無理しないっていうのが僕の考え方です。でやり方で言うと、この X を押すとハンドツールになります。キーボードの X を押すとハンドツールになって、この画面の見たいところをセンターにしたりとかすることができます。で Z がこれ奥行きですね。 Z でこうマウスを
マウスとかもしくはペンタブレットをこう上下にすると拡大することができます。なんで拡大して作業してるときは Z で上下すると、で X でこうやってハンドツールでセンターに持っていくみたいなやり方ですね。まず最初ちょっとこの辺の動かし方を練習してみるといいと思います。はい、こういう感じですね。ハンドでグリグリできるし、 X ですね、 X でグリグリできるし、 Z で寄り引きができます。はい、といったことでやっていきたいんですが、じゃあ早速トラッキング取っていきましょう。先ほど書いたパス、これで囲まれてるんですが、この状態ではまだトラッキングは取られていません。ここの右下、右の中央ですね。中央にあるこの T って書いてある再生ボタンがあるんですけど、これを使います。こっちとこっち似てるんですけど違います。これトラッキングを取る用のボタンなんで、試しにやっていきたいんですが、この切られている T のボタン、これは1コマずつトラッキングを取っていきますっていう意味になります。で、この一番右のトラッキングを押してみますね。そうすると、今ここで処理が始まってるのがわかるんですが、こういった形で自動でこう再生しながらトラッキングをどん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 こう右側に取っていってくれるっていうやり方になります。で、必ずしもトラッキングはドア頭、クリップの頭から切る必要、取る必要はなくて、これもう一回消しますね。そのクリップの使いやすいところとか、そのトラッキングが取りやすそうなところ、まあ、これだんだん感覚で分かってくるとは思うんですけど、例えば中央のこのところが取りやすそうだなって思ったら、ここから前後で取っていくってこともできます。前の方に今ここのポイントで取ったんですけど、でバーを戻してバックしていく、こういう取り方ももちろんあります。例えば回転しているもののトラッキングを取りたいときに、この真ん中のあたりでこう対象物がこう正面を向いてた場合は、今みたいなこう真ん中で取って先に送ったりとか、後ろにトラッキング取っていくみたいなことをやります。まあ、結果としては同じなので大丈夫です。はい、まあ、見てみると、まあおおよそトラッキングが取れているような気配がしますね。で、まあ気配がするといってもあれなんで、ここに S のマークがあるんですけど、こちらを一回クリックしてみてください。そうするとここに青い枠が出てきたのが分かりますかね。もう一度押しますね。ここで青い枠のオンオフが出てると思うんですけど、これがですね、コーナーピンを使った時のコーナーピンの位置になるんですね。なのでこのスマホをここに画面をはめ込みたいので、ここに内側にあるこのコーナーピンの角っこを持っていきます。でここの真ん中の分かりますかね、ここの真ん中のこちらがアンカーポイントのセンターになります。まあ、こういった形で再生してみる、送ってみると、まあ、こういった形でこれが今くっついてるように見えますね。あとですね、まあさらに見やすくしたいって場合は、こちらを押すとグリッドが出ます。こうすると何て言うんでしょう、正しく、まあ、パース感の確認とかもできますし、トラッキングが取れているかっていうのがこれで確認できます。ちょっとこう三船美香に似てますね。途中で気づいたんですけど三船美香じゃねえかっていうね。まあいいや。はい、こんな感じで、トラッキングがおよそ取れてる感じがします。はい、でですね、こちらのレイヤーの名前も後々分かりやすいようにトラックとしておきましょう。でここの今回は使わないんですが、この何個もトラッキングをここで生成することができるんですね、いろんな場所に対して。なので、まあ間違ってこうせっかくちゃんと取れたトラッキングをこう移動させたりしま移動させたりとか消したりしないように、まあ、アフターエフェクツと同じようにここにロックっていうのができるんで、ロックしておきましょう。っていうのと、ここの歯車のマークは今度オフにしてください。これはトラッキングの処理をしたいよっていうことになるので、複数のトラッキングを取っているときに1個取れたなと思ったらロックしてトラッキングの処理を外す、これを繰り返す感じになりますね。そうしないとせっかくトラッキング取れたのに、再度なんて言うんでしょうね、他の場所をトラッキング、例えば他のとこ取ってみましょうか。これをつけたまま、例えばこの人の目のトラッキングを取りたいよってなると、ここにさらにつくんですけど、この目のレイヤーを選択してこう追いかけるとき、こう今これってどういうことが行われてるかっていうと、ここの目 I にしときましょう。 I、この目のトラッキングをしていると同時に、ここのスマホのトラッキングも取ってくれてるんですよ。まあこれはこれでありがたいんですけど、処理が2倍かかってしまうんで、あとこう手動で
マニュアルで調整とかした時にせっかくトラッキング取ったデータをこうなんて言うんでしょうね、上書いてしまう恐れがあるんで、こうトラッキングの処理をしたくないものに関してはこうやってオフにしておく、トラッキング取りたくないよっていうのをこう管理する歯車になります。で、まあ取りたくないよってことなんで、ここもロックも間違ってこうなんて言うんでしょう、触って消しちゃったりとかしないように、こう作業してる時に間違ってウィーとかってこういじっちゃったりしないようにロックをかけておくって感じですね。この目のトラッキングは使わないんで消しておきます。で、ここでこのモカのパネルを閉じます。で、セーブ。はい。で、この状態ではまだ何もできません。ちなみにモカのところに戻りたいときはまたここを押すと、あ、また先ほどのウィンドウが開く感じになりますね。モカの作業パネルが出る感じになります。まあ、この辺もだいぶ CC2018 はちょっとやりにくかったんですけど、かなり楽になりました。ボタン1個でそのソフト感の行き来ができるようになったので、かなり楽になりました。はい。でですね、では早速トラッキングを取っていきたい、取ったデータを使っていきたいんですが、どうしたらいいかというとですね、この上のボタンはもう使わなくて、このマットも今回使わないです。トラッキングデータっていう項目があるんですけど、それをどう使うかっていうのがあってですね、とその前にこの中にスマホの画面 のコンポジションを入れましょうか。コーナーピンで貼り付けをしたいので、スマホの画面のコンポジションを先にこの中に入れておきます。スマホ画面用のコンポジション、このスマホの、これ多分 iPhone だと思うんですけど、高さ1920、高さ1920、幅1080です。で、ちょっと尺長めにしておきましょうか。10秒ということにして、フォン、テクスチャーとかにしておきますか。テクスチャーフォンってしておきましょう。この画面の中にちょっと用意しておいたスクショなんですが、ちょっとスマホの画面を入れておきましょう。はい。で、せっかくなんで動画入れておきましょう。こういう感じですね。で、このレイヤーも多分いじらないんでロックかけておきます。はい。では、このトラッキングを取ったところに先ほど作成したこのテクスチャーフォンを入れます。はい。まだこれだけの段階ではまだはめ込みされてないんですけど、ここにですね、いくつか選択項目があるんですが、一番上のまずクリエイトトラックデータというところがね、これをクリックしてください。そうすると小さいウィンドウが出てくるんですけど、どのこう何個もこの中でトラッキングを取ることができるので、どのデータを外に書き出しますか、レイヤーに適用しますかって意味合いになります。で、今回1個しか取ってないんで、このトラックっていうのを選択するんですけど、さっきみたいにもう1個取ってる場合は下にいくつか出てくるんで、書き出したいものをこうやって選択してください。適用したいものは歯車のマークを使うっていうのはまあ共通してるので、そういうふうに覚えてもらえればと思います。で、 OK 押します。で、この状態ではまだここにトラックデータが出てるんですけど、まだこちらのレイヤーには適用されてません。で、適用の仕方はここですね、エクスポートオプション、コーナーピンとトランスフォーム、コーナーピン、コーナーピン、モーションブラー、トランスフォームっていう3つが選べるんですが、今回このコーナーピンを使います。でですね、下のレイヤーエクスポート2って項目があるんですけど、これがそのどのレイヤーにこのコーナーピンのデータ、ここの先ほどちょっと見えてたこのコーナーピンのデータですね、あ、すごい簡単なクリップなんでバッチリ来てるんですけど、どこに適用しますかってことになります。なんで、ここにテクスチャーフォン、こちらを選択します。で、アプライエクスポート、これ押しますね。ちょっと分かりやすいに出しておきましょうか。アプライエクスポート、うん、ってやるとこの方向の感じで出てるんですけど、これちょっと仕様なんですけど、こういう感じでずれちゃうんですよ。これが本当いつまで経っても連携取れてないなというところなんですけど、まあこれちょっと仕様なんですけど、アンカーポイントがずれちゃってるんですね。アンカーポイントのずれが、まあこれはしょうがないんで、ですね、この数値が間違った数値が入ってるためにこういうことになってるんですよ。なんで、この数値はこのコンポジションの
半分、例えば1920の1080であれば960540って打ってもらえるとセンターに来ます。これがですね、連携してほしいってとこなんですけど、まあこの合成してるコンポジションのセンター、まあ通常のアンカーポイントですねの半分って覚えておくといいと思います。はい、で再生してみるとこういった形でこのスマートフォンの中に先ほど作ったアニメーション付きのこちらの映像ですねがはめ込まれたのがわかると思います。まあここの合成の馴染みとかその反射とかのその合成の馴染ませまでは今回やらないんですけど、こういった形でトラッキングを取ることができます。画面のスマホのはめ込みをすることができます。ちょっともう少しだけモカのデータで遊んでみたいと思うんですが、このトラッキング、このはめ込みだけじゃなくて、今度ここにちょっと文字出してみましょうか。ではですね、ちょっと使いやすいように、ヌルを使います。じゃあトラックというポイント。これは先ほどのトランスフォームのデータをコピペする用のヌルになってます。まあ現状何のアニメーションも、失礼。これロックしておきましょう。現状何のアニメーションもついてないんですが、上ですね、上のところからいくと、エクスポートオプションをコーナーピンではなくてトランスフォームにします。位置情報をコピーするよってことですね。でですね、こちらのレイヤーエクスポート2をトラック、先ほど作ったこのトラックのヌルですね、こちらに選択します。でアプライすると、このアンカーポイントのところですねにこういった形でトラッキングデータがコピーされたのがわかると思います。はい、じゃあこれを使って文字をちょっと入れていきましょうか。サンゼフォントしておきましょう。でですね、こちらの文字のレイヤーをこのトラックに紐付けます。そうすると、はい、こういった形でスマホに文字がくっついているかのような映像を作ることができました。まあ、これがモーショントラッキングですね。 3D カメラトラッキングとはまた別なんですけど、こういうモーショントラッキングっていう技術になります。でもちろんこれにモーションブラをかけることで文字にブレをつけることもできるし、さっきこう微妙にブレてるんで、これ自体にモーションブラをつけることもできます。こんな感じですね。はい、この、まあ、今回モカの基礎ということですごいシンプルにトラッキングとはめ込みっていうことをやってきたんですけども、まあ、今後モカのチュートリアルは細かくこう段階に応じて作っていこうと思うので、それをぜひ一個一個消化していってもらえると、こうすごいいろんなところで汎用性があるエフェクトなんで、まあ、正直これがめちゃめちゃ得意なだけで全然食っていけるレベルのテクニックなんで、ぜひマスターしてください。この中でそのモカを使ってこうマスク切りって言われる作業をすることも、対象物を切ったりする作業もできるし、複雑なトラッキングをすることもできるので、ぜひ皆さんトライしてみてください。今回はシンプルにここまでとしておきます。またモカのチュートリアルも作っていくのでよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。サンゼでした。ではまた。